お疲れ様さ。ということでね、始まりましたコズの趣味部屋。はい、今回はね、呪術廻戦、こちらまたグッズ手に入れましたんで紹介していきたいと思います。はい、まずはね、ツタヤ、はい、ツタヤで、予約していたものを取りに行きました。はい、こちらですね。はい、こちら呪術廻戦のキーアニメーションボリューム1ということでね、アニメの原画集ですね。はい、こちらツタヤで買ったんで、ツタヤ限定、はい、クリアファイル付き、はい、はい、クリアファイル付きということでね、はい、まあちょっとね、普通よりはちょっとお高いんですけれども、この本単品よりちょっとね、はい、まあでもこれすごい良さげなんですよね、原画集。もう見た感じのこの表紙でね、結構もう買う人もいるんじゃないですかね。はい、で、あと、まあ、ネットで注文していたもの、はい、TSUTAYA のネットで注文したものが届きました。こちら、はい、ここにアクリルアートパネル、はい、五条悟、こちらです。ババン、見づらいので剥がす。はい、どうです、五条悟、はい、結構大きいね、あ、アクリルのパネルになりますね。まあ、こういう風に立てかけられるということですね。はい、ちゃんと立てかけ用のピンもついてます。はい、こちらのアクリルアートパネル、はい、で続いて、本日からね、発売されましたローソン限定の呪術廻戦グッズ、そちらをね、紹介していきたいと思います。まずね、すでにロッピーで予約していたものを取り行きました。はい、それがですね、こちら、はい、クリアファイル、クリアファイルセットですね。はい、こちら3枚で税別1000円とかね。はい、こちらですね。で、もう一つこちら、缶バッジ、ローソンロッピー HMV 限定缶バッジ全11種、1つ500円、それが4個セットですね。はい、これ確か選べたような気がすんだよな。で、ラインナップはこの感じなんですよね。はい、等身大とディフォルメ。はい、で、私はね、この上の4つこれだと思うんだよな、注文したの。ちょっと忘れちゃったんでね、これはちょっと後で開封しましょう。はい、普通の一般販売分としてローソンで売られてたもの、はい、はい、こちらですね、呪術廻戦、6月1日よりローソンロッピー HMV 限定で新商品発売。はい、まずこれ、数量限定で多いお茶、ペット 350ml のやつですね。はい、クリアカップがついてます。これが全4種 A、B、C、D と、はい、で1100円と。で、こちら数量限定鼻セレブティッシュ、はい、こちらも今日から全3種いた通り、五条先生パンダ、はい、こちら全3種で328円、はい、
で、あとこちらですね、缶バッジ全8種雑誌棚にて販売、はい、雑誌コーナーに置いてあるってことですね、はい、これディフォルメですね、はい、で550円です1つで、アクリルキーホルダーも全8種雑誌棚にて販売、はい、絵柄は缶バッジと同じで660円で、 A4 クリアファイル3枚セット全1種雑誌棚にて販売、はい、この3種類で税込み1100円で、こちらは予約商品ですね。6月1日今日から予約開始、はい、これは予約商品なんで予約すれば買えます。ゆらゆらアクリルスタンド全8種、はい、こんな風に揺れるアクリルスタンド、はい、で990円ですね。でぬいぐるみ全4種、はい、こんな感じで、で五条先生はアイマスクが取れる仕様、いいねまあちょっとお高いね、2750円、はい、これは普通にロッピーで予約できます、はい、ということでね、この一般販売分を買いに行きました、はい、一応自分的にはこのクリアカップがすごい気になってたのと、まあ、花セレブはね、これティッシュだからね、うん、残しといてもちょっとかさばるし使えないしもったいなくて、だからこれはいいんですけど、あとここでもね、アクリルキーホルダーと缶バッジとクリアファイル、うん、ぐらいかね気になったのは。で自分はが買ったの、はい、行って買ったの、まずね自分が行ったところは花セレブがなんか置いてなかったですね、はい、もう売り切れたのかな、そもそもなかったのかわかんないんですけれども、はい、で雑誌棚コーナー行きました、はい、であったのがこちら、はい、クリアファイル、これめっちゃかっこいいわ五条先生、はい、3枚セット1100円、これはね欲しかったんで良かったですわって、それ以外ないですアクリル缶バッジもキーホルダーも今日から発売なのにもうすでになかったですね、はい、このクリアファイルもあと残り2つでそのうちの1つを買ったんで、あと残り1つしかなかったですね、はい、であとはもうこの多いお茶のクリアカップ、こちらのね、こちらの A の図柄が欲しかったんですよね、はい、で見て回ったんですけど、飲み物コーナーにはなかったんですよね。でレジの方行ったらレジの横に置いてありました、はい、まだ一つも手つかずの状態で段ボール3箱ぐらいありましたね、はい、でもちろんこちらA 買ってきました。多いお茶が入ってます。いやこれいいね、うん、これもちょっと開けて確認してみよう、はい、ということですね、今回の成果は、はい、とりあえず缶バッジとキーホルダーはそこで買られてましたね、はい、まあ、おそらく周辺のローソンも多分軒並みやられてたと思うんで、まあ、自分的にはね特に欲しかったクリアファイルとクリアカップ、こちらが手に入ったんで満足です。ということでね、まあ、クリアファイルはこのまんまとして、とりあえず呪術廻戦クリアカップ、こっちとこっちの缶バッジ、ちょっと中身を確認したいと思います。はい、ではね一つ目取り出してみましょう、まあ、自分の予想が正しければ等身大の缶バッジだったと思う、はい、いきます。せーの。あ、
ですね。はい、イタドリ、なかなかいいね。はい、はい、順番通りならばね、こちらは伏黒のはず。ドンドンドン。僕最強だ。違うと五条先生だった。2個目で五条先生、順番通りじゃなかった。はい、やったね、やったね。つうかもうこれ確定なんだろうな。自分全然忘れちゃったんだよね、何を注文した。確かこの等身大の缶バッジを4種だったと思うんだよね。はいはい、3つ目ね。はい、いきます。ボン、あ、伏黒ね。はい、いいね。はい、4つ目、釘先、はい、ですね、やっぱり、うん、これは確かね、ロッピーでね、事前に選べたんだよね。このセット、このセット、このセットだったかな。それがこのセット、このセットか。はい、で、自分はね、断然もう刀身の五条先生が好きなんで、はい、この上の4つのセットを買いました。はい、これを選べるんでよかったですね、ランダムじゃなくて。はい、ではね、こちらのクリアカップ、こちらをね開封してみたいと思います。こういう感じで開いてますね。はい、はい、中開けるとね、こんな感じで普通に多いお茶が入ってます。これは普通に飲みましょう。特にね、限定の図柄でもないんでね。はい、でこちらがクリアカップ。想像以上に軽いですね。いや、坊城先生かっこいいな。はい、で開けてみましょう。はい、こんな感じですね。うわ、めっちゃいいじゃんこれ。やべえ、これすげえいい。イタドリと五条先生、うわ、めっちゃいいわ。結構ね、しっかりした作りっていうか、まあクリアカップなんでガラスじゃないんでね、軽いし落としても割れないと思うんですよ。まあ相当、じゃあ相当な力加えない限り軽いですし、プラスチックなのかな、これ。これ普通に飾ってても映えるしね、うん、まあ絵を引き立たせるためにね、なんかこう綿とかこう詰めてね、やれば、保存すれば綺麗にディスプレイできるんじゃないでしょうか。まあ、これで本当に飲み物を飲むっていうのはなんかもったいない気がするんだよな。はい、てな感じでね、今回の呪術廻戦グッズ、こんな感じでね、手に入れました。はい、まあ皆さんもね、これ速攻でなくなると思うんですよ、ローソンのやつは。なのでね、近場で店舗を検索して、開催してる店舗に行って皆さんね、購入してください。はい、まあ、おそらく狩られている可能性が高い。まあ、そんぐらいね、今すごい人気だからね。コミックも5000万部突破だもんね。すげえな、ほんとね。ということでね、今回はこの辺で終わりたいと思います。ぜひこの機会にね、チャンネル登録していない方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、今回はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。